ヒフキアイゴは、スズキメ、アイゴ科に分類される魚の一種。西太平洋の産瑚礁域に生息する海水魚で、鮮やかな体色から熱帯魚として飼育されることもある。分布域に入る南西諸島では、ガラサアケイとも呼ばれる。生魚は全長20センチメートルほどで、アイゴよりやや小型である。体は平たくがは平たし、興奮は前下に突き出している。 他の愛護家魚類と同様に背びれ、腹気、尻びれには太く鋭い毒棘があり、刺されると激しく痛む。頭部と胸部は白いが、目とエラブ蓋に黒の斜め体が入る。胴体は、黄色地に黒い反転があり、形や大きさは個体により異なる。なお反転が全くないものは、ベッシュエスベルプイネス、シュレーゲル・イミューラー、1845として分類されているが、 これらを動詞と見る見解もある。銅の片側だけ黒縁がある個体も報告されている。また、夜間は、胴体が茶褐色のまだら模様に変わり、これは保護色と考えられている。和名は突き出した興奮が、ひょっとこのようで、火を吹いているように見えることによる。英名にある、フォックスフィスも、同様に興奮を刺した故障である。 南西諸島からオーストラリア北西部まで太平洋西部の熱帯海域に分布する。サンゴ礁や海藻の多い岩礁の海に生息するが、寄水域に入ってくることもある。幼魚は数百尾ほどの群れを作るが、生魚はつがいで行動していることが多い。雑食性だが海藻を好んで食べる。類似種シーゲネスベルプイネス。どうに、黒縁がない以外は、 ひふきあいごににる。ありがとうございます。